7日の甲子園で行われた阪神 DNA 戦で、痛恨のさよなら失策で涙を流した DNA のドラフト1位、バタライ高照外野手に対し、対戦した阪神からも、バタライ選手立ち上がれ、といった異例の激励メッセージが寄せられていた。バタライは54で迎えた9回にしまん類、代打、原口文人内野手の右前田を処理、 最守備位置にいた渡来は、右頃を狙ったが一塁へ悪送球。そのまま二塁走者も生還して阪神がサヨナラ勝ちを収めた。甲子園の大歓声の中、渡来は膝から崩れ落ちて、その場で動けず、同僚の巻周五内野手、京田陽太内野手に抱えられながらベンチに戻り、涙を流した。 阪神ファンにとっては歓喜のさよなら勝利となったが、ルーキーが受けたショックの大きさが伝わる様子に、SNS には虎党と思われるファンからの激励メッセージが多く寄せられていた。ライト頃間に合いそうな距離感やった。狙いはすごく良かったと思う。気持ち切り替えて頑張ってほしい。早急が逸れてしまったが、バタライナイス判断やね。人は失敗を乗り越えて強くなれる。 阪神ファンやけど応援してます。といった、温かい声が上がっていた。